皆さんこんにちは、肩アーマーが破損したラーカイラムのジェガンです。嘘です、ジャパンサイファイのハリです。今回の解説のテーマはガンダムシリーズのもう一つの顔、シャーアズナブル。赤い彗星の名を轟かせた彼の最後の舞台、逆襲のシャアで見せた凄まじいテクニックをご存知でしょうか？ビームをビームで落とす変態的な技術。さらに格上のファンネルを片手まで同士打ちに持っていくなど、シャアもエースパイロットとしてのテクニックを多数見せています。今日ご紹介するのはそんな赤い彗星シャアアズナブルの蒸気を逸したテクニック重戦です。それでは行ってみましょう。私、シャアアズナブルが粛清しようというのだ。丸1、フィフスルナで見せた長距離援護射撃。まずはサザビー劇中序盤、初登場したサザビーの出撃シーンが印象的なフィフスルナ戦からの技です。デュネイト射撃戦を繰り広げるアムロのリガフィ。リガフィが放ったビームが焼くと動画に当たる寸前。視界外からの長距離射撃によってビームが当たることは阻止されてしまいます。この長距離射撃はもちろんサザビーによるもの。ビームでビームを撃ち落とすというのは他に類を見ない超技術と言えます。これが実現できたのは、サイコフレームの恩恵とはいえ、ニューガンダムを使ったアムロですら見せていない芸当です。アムロは超遠距離射撃で機体と機体の間を通すほどの射撃精度を見せていましたが、シャアはビームにビームを当てています。状況が違うので射撃の腕前は比較できませんが、シャアも相当な腕前なのは間違いありません。っていうか高速で動くビームを高速で叩き落とすって、ピストルでピストルの弾を撃ち落とすという変態的な芸当です。丸2、フィンファンネル相手にファンネルで互角の戦闘。シャアはアムロとの戦闘でファンネル同士の熾烈な戦いを繰り広げました。最終的に両者のファンネルは同士打ちを繰り返して全滅してしまいますが、当時フィンファンネルは超最新鋭の兵器で、発射されるビームはそれまでのファンネルとは比べ物にならないもので、もちろんそれはシャアのサザビーに搭載されているファンネルをもしのぐものなのです。さらにサザビーのファンネルはエネルギーを本体でチャージするのに対し、フィンファンネルは個別にジェネレーターを搭載しています。ファンネルだけで見ると、ニューガンダムの方が高いスペックを持っていました。その上シャアとアムロはファンネル同士の戦闘とは別で機体本体同士でも凄まじい攻防を繰り広げていました。アムロのニューガンダムとドッグファイトしながらファンネルも別で戦わせ、さらに性能で負けているフィンファンネル相手に同士打ちまで持ち込む、恐ろしい技術です。丸3、アムロの武器も機械に袖に内蔵のサーベルで対処。フィフスルナでのアムロのリガフィとの攻防中。アムロは接近戦をする際にビームライフルを持ち替え、想定外の方向からのビームサーベルを狙いました。シャアはなんとかかわすもシールドを一刀両断されます。しかしそこはシャアアズナブル、抜かりはありません。リガフィに近づかれた瞬間、手首部分に格納していたビームサーベルを即座に取り出し、リガフィの2撃目をしっかりと防御しています。アムロの武器持ち替えテクニックに翻弄されずに即座に対処できたことはもちろんのこと。腕の動きを最低限にして格闘の体勢に入ることができる手首収納型のビームサーベルを採用したシャアによるサザビーの設計は目を見張るものがありますね。アムロの持ち替えテクという攻めの技術に対して、シャアはそのテクニックを理解した上で即対応するという守りのテクニックを見せていますね。丸4、百発百中。劇中終盤でアムロと戦闘を行った際にはお互いがお互いの射撃を避け切るというハイレベルな戦闘を繰り広げたわけですが、実はシャアはアムロ以外の対象に対しては100発100中の命中精度を見せています。戦術のビームでビームを撃ち落とす遠距離射撃やファンネルによる核ミサイルの迎撃、ラーカイラムのジェガン部隊相手に無双したシーンなど、ありえないレベルの射撃精度とファンネルのコントロール力を多くのシーンで披露しています。アムロもさることながら、シャアも相当なエイム力です。丸五、プロペラントタンクのパージ。劇中終盤、核ミサイルを見事迎撃し、アクシズ周辺でアムロを待っていたシャア。アムロが来るやいなや、来たか、の一言とともにバックパックのプロペラントタンクをパージしています。これは機体を軽量化し、機動力を向上させるための行動ですが、もちろん推進剤を切り捨てることで継戦能力は一気に落ちることになります。アムロという宿敵と対峙するにあたってシャアはサザビーの燃費が悪いことを知りつつも、短期決戦でライバルとの蹴りをつける覚悟でタンクを切り捨てたというわけですね。しかもこのサザビーを設計したのはシャア本人。対エース、いや対アムロのためにタンクを外付け、パージ可能な仕様にあらかじめ設計したのかもしれませんね。アムロへの執念はさすがと言わざるを得ません。丸6、真っ先に狙うはニューガンダムのビームライフル。
ジェガンを一気に撃破し、シャアはアムロとの最終決戦に臨みます。お互いファンネルは使い切り、純粋なモビルスーツ同士の格闘戦が繰り広げられますが、シャアは戦闘に入る際最初に腹部メガ粒子砲を撃ち、その後ビームトマホークを投げつけてニューガンダムのビームライフルを破壊しています。これもシャアの見事な戦術で、真っ先に敵のメインウェポンであるビームライフルを破壊することで攻撃の手段を大きく制限することができます。これを狙うために腹部メガ粒子砲という大きく回避行動を足らなければいけない武装を使用し、回避行動を取ったところを誰が想像したか不意に飛んでくるビームトマホークによって撃ち落とすわけです。これはまさにアムロがフィフスルナで見せた武器の持ち替えによる想定外の斬撃を発展させたものでしょう。いくらアムロでもビームトマホークが飛んでくるとは思いませんね。ビームトマホーク自体も強力な格闘武器ですが、サザビーはビームサーベルを内蔵しているためビームトマホークも躊躇なく投げ捨てることができたわけです。アムロ相手に複数の格闘武器を仕込んでいる、さすがシャアは用意周到です。丸7、腹部メガ粒子砲でジェガン部隊を一挙撃破。アムロ王シャアのサザビーをよそに、アクシズのノズルを一つ止めるアムロ。ラーカイラムの上陸に気づいたシャアはラーカイラムに攻撃を仕掛けます。ラーカイラムは迎撃態勢を取り、複数のジェガンが攻撃を仕掛けますがシャアはビームサーベルで切り捨てながら腹部メガ粒子砲を発射し、3機ものジェガンをこの一撃で葬っています。この時腹部メガ粒子砲は波払うように発射しており砲も向きを調整できないという腹部メガ粒子砲の特性上、シャアは機体ごと動かしてビームを当てていたということですね。しかも、ラーカイラムに配属されているパイロットたちは当時連邦軍の中でも屈指の実力者たちなのです。それをものの数秒で葬り去る実力はさすがと言わざるを得ません。さらに広大な宇宙空間で3次元で動きまくるモビルスーツを3機、同時に異線に捉え一挙に巻き込む空間認識能力もズバ抜けています。もともと燃費が悪い腹部メガ粒子砲なのでシャアは最小限の攻撃で最大のダメージを与えるテクニックを発揮していたわけです。丸8、ビームライフルモードの使い分け。ビームライフルの使いどころもシャアのテクニックの一つです。サザビーのビームライフルは収束拡散を切り替え可能な大型ものですが、劇中それを使用した回数はニューガンダムのビームライフルよりもかなり少なく、ここぞというタイミングでしか使わなかったことが見て取れます。また、このビームライフルのモードの使い分けも徹底しています。ジェガン部隊と対峙した際に拡散モードを使用するなど的確なタイミングで使い分けており、ポンプアクションという少し手間のかかるモード切り替えのことを考慮すれば、シャア外科に考えた上でビームライフルを使用していたかがよくわかりますね。丸9、ビームトマホーク使い。サザビーのメインの格闘武器、ビームトマホーク。この武器は大型ビームサーベルに切り替えられる仕様になっており、シャアはこのモード切り替えを巧みに使いこなしてアムロと格闘戦を行っています。ビームライフルを破壊するために投擲した際はヒートホークとして用いていたり、ニューガンダムと激しいビームサーベル同士の戦いをした際も攻撃を防御する際に時折トマホークのモードに切り替えて受け流していたり、最後にニューガンダムのフロントアーマーに損傷を与えた際もビームトマホークはビームサーベルとして用いており、いかに適切な場面で適切なモードを用いるかを工夫していたことがわかります。丸10、各方面の戦術戦略を気にしながらのアムロとのモビルスーツ戦。ここまでに挙げた技術は全て対アムロ戦とその対アムロ戦の合間に用いられたものばかりです。しかしシャアは立場上アムロとの決着だけを意識することは叶いませんでした。お前のようにパイロットだけをやっているわけにはいかん。とはまさにこのことでしょう。しかしシャアは実際アムロを追いかける中で核ミサイルの迎撃、アクシズに上陸したラーカイラムのモビルスーツ隊に対する攻撃など戦略的な面での行動もしっかり行っており、アクシズの落下を阻止するために動き回るアムロを落とすということも組織としての意義があると考えれば、シャアはしっかり戦術的に立ち回れていたということです。ある意味社畜とも呼べるほどの奮闘っぷりです。シャアは、アムロとブライト二人の働きをしながら、アムロと戦っていた、とわかるとシャアの強さが改めてわかります。それでいてここまでに述べたテクニックを発揮している。もしシャアが戦略家をやめて、パイロットだけに専念していたら、アムロの勝利が揺らぐ可能性もあり得るのではないでしょうか？以上が、シャアの恐るべきテクニック重戦でした。アムロが異常に強いのは当然のこととして、シャアもこうして振り返ってみると大概ですね。しかしビームをビームで撃ち落としているのって他で見たことありません。皆さんはご存知でしょうか？もし、他にシャアが見せたモビルスーツ戦のテクニックがあれば、ぜひコメント欄に書き込んでいってくださいね。
このチャンネルでは様々な SF 作品のふとした疑問に答えを見出すため、深いところまで切り込んで解説しています。もしよろしければ、アクシズのエンジンノズルが止まってしまう前にグッドボタンとチャンネル登録ボタンを押していってくれると幸いです。それでは、次の SF でお会いしましょう。なんでこんな動画を上げる？動画ばかり上げていては、みんなの時間がどんどん減っていく様子べの冬が来るぞ。様子べのクリエイターは、面白いコンテンツを作っているものしかいない。だから私も投稿すると宣言した。